望的になったんじゃないでしょうか。そうですね、平均台はもうかなりこの失敗は大きく響きますよ。ケイ・イェンイェンです。ロンダード後方伸身宙返り、これも輪跳び、高さがあって素晴らしいですね。中国はこの新人をチームのラストに持ってきました。わっ、ひねりました、伸身です。しかもこれ両足の後転跳び連続から伸身宙返り1回ひねりをまとめてますからね。先ほどのピス君の上を行くわけですね、はい、ジャンプも3回連続です。そして後転跳びもまた連続息もつかせぬ組み合わせですね。これは素晴らしいです。まあ、ジャンプ自体はそんなに難しいものではないんですけれど、これ3つやってまたすぐに往復で戻ってきましたからね。まだ動き方そのものは幼さが残るんですけども、非常に将来楽しみな選手ですね。着地を今度は決めました、ケイ・エンエン。これは良かったですよ。